P.T.V. です。本日のおすすめ商品はこちらになります Amazon ベストセラー1位に輝いたデスクライトタウトロニクス LED ライトをご紹介していきたいと思いますでは内容物からどうぞまずこちらが LED デスクライト本体となります USB ポートが1ついて充電とかもすることができますまたここタッチパネル式の操作となっております 調校もできますし、朝食もできるといった優れものとなってます。本体1です。そしてこちらがサンキューカードとなります。保証もね、こういった感じで、18ヶ月保証と返品送料無料の60日間というふうな感じになっております。安心のアフターサービス、サポートも受け付けております。 そしてこちらが取扱いマニュアルとなっております。日本文と英文です。日本文ちゃんとあります。はい。そしてアダプターが付いております。そしてこちらがクロスですね。これが全ての内容物となっております。これがなんと amazon ベストセラー1位のだけあってお値段もなんと3999円さらにクーポンにチェック入れますとさらに10%引きといった画期的な値段で高コスパ品質も最高のベストセラー1位私絶賛の LED ライトとなりますこれからね 普通の使い方とは違った車中泊、また台風時の停電時にも使えるこちらのデスクス,ラスタンド。いろんな方法でいろんな使い方ができますのでご紹介していきたいと思います。では、どうぞ。まず、タオトロニクスのデスクライト、こんな感じに折りたとまれて入っております。で、ここが充電用の USB ポートが ワンポートついておりますので、携帯の充電とかもできる便利機能となってます。で、こんな感じで一段階。はい。自由に、まず、センターの部分が自由に角度調整ができます。ここが非常に優れてる点ですね。そして、さらに、とここも動きますね。はい。こんな感じで、ここもこういうふうに動きます。もう一段階。 ここもお好きな角度で止めることができるといったものです。これ90度です。もう少し上げたければこんな感じではい、こういった感じです。さらにさらにここですね。ここの向きが変わるのはなかなかないですよね。ここの向きがこういうふうに変わるといったものです。もちろんこういったこともできます。 はい。これだけ可変するものはなかなかないです。で、ここの部分の作りも非常にいいんでね、ガクガクにならないといったメリハリのある動きをします。で、この部上部の部分もね、艶消しのシルバーで非常にこの値段でこれができるのかと思うくらいの高品質の LED スタンドですね。ベストセラー1位になるのがわかるような気がします。タオトロニクスさんの LED ディスクライト。これは本当におすすめだと思います。で、こちらね、プレゼントにもらっても最高ですね。はい、そういったわけで、これが4000円以下で来るという品質とは思えないぐらいの高コスパ商品となります。そしてここが タッチ式のコントロール、調光、調色ができます。ワンプッシュ、タッチでできるタッチコントロールパネルとなっております。はい。今日はね、いつものデスクで使うタイプじゃなくてね、いろんな YouTuber さん、ヒカキンさんもこれレビューしておりますので、私はちょっと違った使い方を今からやっていきたいと思います。まあ、台風シーズンなんでね、台風シーズンにも これ非常用ランプとしても使えますし車中泊にも車に積んでいってポータブル電源を使って今日はいろんな便利な使い方をこちらタオトロニクスのデスクライトでいろいろとやっていきたいと思いますではこの後をやりますではどうぞそれではタオトロニクスのデスクライトを 見ていきたいと思います。こういった使い方で私は使いたいと思います。今台風シーズンで停電とか多いですよね。災害時。それとか車中泊にもこれ持ち出せるものとなっております。通常の今日は使い方じゃないデスクライト以外の使い方もできるといったこちらのタオトロニクスの LED ライトをお見せしたいと思います。 まず皆さん最近はこういったキャンプ用に、ね、ポータブル電源持ってあると思います。これに挿します。こういった感じで。そして電源を入れます。はい、入れました。そしてどうするかと言いますと、これですね。タオトロニクスの電気がつきました。ここのオンにします。するとこんな感じで今、つきましたね。こんなに明るい。で、 ここ見てください。タッチ式でこれだけ感度のいいタッチセンサー付きです。で、色合いの朝食もワンプッシュでこちらが黄色みがかった色になりますね。ここをずっと押すことによって繰り返しこういう風に色が変わっているのがお分かりでしょうか。暖色系ですね。こちらが暖色系の色となります。これではちょっと表現しにくいですけどね。こういった感じで一番青系から 黄色系に変えることができます。暖色系、寒色系と、ここで繰り返しで変わるようになっております。そして、ここのタッチパネルで最高の明るさがこれになります。こんな感じです。今、車中泊でも使えるように、ポータブル電源から取っております。停電時にはこんな感じで真っ暗にしてみます。はい、こんな感じで使用できるこの明るさ。 今、最大の明るさにしております。はい、ここがタッチ式です。ここがタッチパネルコントロールとなってます。ちょっと明るくて光って見えにくいですけどね。ここがタッチコントロールパネルとなっております。消灯します。こんな感じです。はい。わかりますかここがタッチパネルとなってます。 でここが朝食繰り返してできるといったものですそしてさらにね車中泊所行きますとねここ嬉しいポートがついてます後ろの部分お分かりでしょうかここのところにこういったね今夏場暑いんでこういったポータブルの扇風機ミニ扇風機をこういうふうに使うこともできるといった感じで キャンプにも使えます。こちら、タオトロニクスの LED ライト。ここ、調光朝食。また、こういうふうに可変が複雑にしますんでね。キャンプにも、また停電時にもライトと明かりとして使えることができる。はい。USB ポートまでついた今日のおすすめ商品。こちらがなんと4000以下できますんで。ぜひ、 下の方に商品の概要欄にこちらのリンクを貼っときますんで欲しいなという方は参考にしてみてください今日はちょっと変わったねやり方でこちらのタオトロニクスデスクライトの使い方、まあ、デスクライト以外にも作業灯やキャンプの時に持ち込んで車中泊にも使えるいろんなライトとして使えるデスクライトを今日はご紹介しましたそういったわけで また良い商品があったらご紹介したいと思います。では、またです。さようなら。